三年坂に入ってくる。三年坂来たことある？遠いけど、あっちってなんかあるの？あっち行ったら清水寺。清水寺だ。もうちょっとだけ。清水行ったでしょ？行った。何回も行った。三回ぐらいは行ったかな。三回ぐらい行った？これが三年坂ってやつ。町の風情楽しむならこっちの方が面白い。高校の時遠足来てた時、清水寺行ってさ、うん、でなんかちょっと坂下った、清水寺の手前だからちょっとこの辺かな、なんかお蕎麦屋さん入ったらさ、うん、すごい感じの悪いお蕎麦屋さん、うん、そう4、5人で入ってさ、うん、で私何、私何ってそれぞれ違うもん頼んだらさ、うん、同じもん頼んでとか言われてさ、なんだそれ。あの頃はね、なんかね、そういう点良かったっていうかね、うん、新大阪なんかみんなで行った時に、うん、電車乗る前に僕パッとさ、売店でサンドイッチ買うと思ってパッと頼んだんだよ、うん、したらさ、他に何もいいじゃない、あ、俺もそれみたいな感じになってさ、うん、4、5人それ行ったらおばあちゃん切れたよ。あ、そうなの。からかってると思われたかもしれないけど、でも、うん、ガチだ、すみません、俺も俺もみたいな感じだったのに、うん、なんかすげえ切れてきた、いきなり。昔そうだった、昔割にそんなノリあった、うん、今じゃ考えられない、うん、車とか入ってこれないから、ちょっと生活も、これ店も大変だよね。全部リアカー。人力車。人力車いるよ、そこ。ホセさんいるんじゃないか。バイトしてんの。バイトしてんの。今、京都来てるんすよ。祭り終わっちゃったからね。祭り終わっちゃったからね。青い祭り出ようと思ったんですよ。三社行くんすよ、これから。三社行くんすよ。青い祭り来たら全然祭りじゃないですね。もっとエスタコさんやってると思ったんですよ。はい。合わせた。うん。あ、高山で作ってんだよな。力車。三塚さん。三塚。東白川って書いてある。東白川。京白川ね。京白川。京白川。あ、ワンちゃん。私は京都っぽいんです。京白川。はい、ワンちゃん刀を刺してる。あ、ほんと？あ、かわいい。刀刺してる。倒らない、行かない、滑っちゃって登れない。かわいい。行っちゃった。よちよちやめ。おちゃん、行くよ。強制そうか。ちょっと足悪いのかな、あれ。うん、蕎麦屋が多いな、うん、なんで。出た、みたし団子。もうお腹コロッケだって。え、
なんだモナカコロッケ。モナカコロッケ。本日分残りわずかになってまいりましたよ。はい、どうぞ当店の前でご覧くださいね。モナカコロッケ。イトルドルケ。路地の奥にお店ございます。こちらどうぞ。お、車来た。車来るんだ、ここ佐川。重鎮とかさ、立ち合わせになったらどうしたらいいの。あ、重鎮取りできないんじゃない。車が下がるしかない、うん、車が下がるしかない。重鎮様だ。うん、うん、車来んだね。豆腐饅頭だって。最終的に代表送ってくれる。あ、ちょっとそこ五重塔見に行こう。こっから見ると綺麗。さっき。あ、本当だ。買ったらまだあれもう一袋あるけどな。なんかそう、そう高校の遠足の時に、ね、この辺で買ってなんかそれで。それ知ったのね。そうそう、それで美味しいなと思ってたんです。僕はそれを知らないって言ったら重鎮がこいつ信じられないか、信じられないか、何がうまいって言ってんだよってそうじゃねえって知らなかったって言ってんの。知らないのとまずいのとは違う、ね、全然違うよ。重鎮話通すと必ずデフォルメされてしまう。早がってんだしね。うん、ファストロリス。ファストロリス。あ、まだもう一袋あるけどな。山椒ちりめんって書いてあるよ。山椒ちりめん。これはじいちゃんが来たんです。買うな。630。あ、でもいける。山椒ちりめんです。宮川川橋ですよ。多分あれは山椒ちりめんです。はい、業務の2週間ですけども、はい、僕はこういう2つの2つのちりめんです。好きやね、料理か。これは旅館ホテルのちりめんキャラ。ちりめんキャラ。あ、めっちゃこぼした。欲しい。いや、もうあなたし2週間だって。冷蔵庫入れてみても、じゃあ、だからあの、シンクタンクの温かいところでも今大丈夫。持ち上げる、いけそう。これか。あ、これね。反対向いて。ごめんなさい。どっちからもいけないことはないけど。それこれですよね。これは京都ですから、パンフレットなって、しめじのしぐれというの。しめじのしぐれだって。しめじ。へぇ。でこれを使っていただくとお店では別々で販売してるんですけども、このしめじとちりめんと両方入れさせていただいたのが組み合わせという、この袋はここだけの販売サービスの袋になりますので、他では見ることはないと思います。お店の袋はちょっと2つの袋をさせていただくという。ありがとうございます。ありがとうございます。今あの温かいご飯食べてもらってね、おにぎりもしてもらったりとかいろいろそれは申し上げる感じでございます。うん。あちらの方。はい。ありがとうございます。いかがですか。山椒ちりめんです。味の方は美味しいですよ。味いかがですか。
階段になってくる。なんかそうちょっとさ遠足来た時ああやってさ、うん、なんか試食みたいな今のみたいな感じでさ試食してさ売ってたのね、うん、で美味しいなと思って、まあ、値段も多分これ、まあ、600円ぐらいだったと思うのよ、うん、私美味しいなと思って買ったんだけどさなんか同じグループの子がさ、うんもう買ってたんだよ、一緒のやつね、うん、買ってからさ、いや騙された、騙されたとか言ってああいうの騙されたって言うの何をどう騙されたいや、わかんない、なんか口車に乗せられたって意味なのかもしれないんだけど、うんうんうん、それは騙されてないと思う普通に美味しいしさ、うん、騙されてはないと思うんだけど、うん、本人、買う気なかったってことじゃないじゃあやめときゃいいじゃん、うん、なんか洋食屋があるの本当だここからも五重塔見える。カウンター10席か。ラストオーダー19時半。ストーラー19時半だよ、まあ、この場所だからね、うん、11時来られへん、うん、すっごい甘いって言ってもらってないこの消火栓すごい木でできてるよ本当だこれ自体燃えそうなんだここ水入ってるちりめん山椒さ、家持って帰ってさ、その時、うん、持って帰ったのにさ、私は美味しいと思って食べてるの親とか全然食わなかったのに食べもしないのいや、ちょっと食べたかもしれないけど、でもなんか結局あんまり食べなくて、なんか全部食い切れなかったみたいな感じあんまり好きじゃなかった、うんそして夜席で、うん、見たい。あえて巧みにこのお客さんのさなんかちょっとキーホルダーとかさいじってくるあたりがなんかしさたかすぎて嫌だったまあでも上手は上手だけどねあんなのでもそんな売れるもんでもないのうんどのくらい儲かんだろうねこんな住宅地があるんだにおい玉何においだまなんか昔なかったこれあったね香料入ったあったあったそのまんまだろうみたいな、うん、なんかさ香り玉とか言ってるけどにおい玉ってなんか臭い匂いみたいな香り玉ってのかでもにおいって字だったけどなあれ、うん、臭い匂いなんじゃない臭い匂い白川の匂い白川臭あの灯籠すごいでかいね本当だ重鎮灯籠だ重鎮灯籠重鎮っぽいよなんか重鎮っぽいね、うん、バカ本当はドマジャじゃないかあここじゃねえかあ違うかこれ違うか
坂本龍馬の墓がそこにある。あれ、舞妓さんいる。舞妓さん来た。本物かな。あんな固まってるから偽物かもしれない。かもしれない。私もあれやったもん。だから観光客に寄ってきて写真撮らせてくださいって言ってうるさいよ。この時間だからな、舞妓さんのいる時間じゃないな。場所的にもね、うん、でも外人には分かんない。ああ、外人はどっちでもいいんじゃない、うん、外人には一緒に写真撮れれば何でもいい、うん、だってあんないないからあっち行ったら。トトロがいる。本当だな、かわいい。ジブリの店。でもパンダはいるよ。あれもジブリ。ジブリなのかな。ミッフィーいない。ミッフィーいない。ミッフィーちゃんバイト出ないからどこもいない。おしたりしな持ってきます。え？あ、こんなところに料理屋があるんだ。すごい、何これ創作料理。へえ。でも重鎮入れないんじゃないですか。入れないね。いやー、こんなとこ美味しいんだろうな。これ壊して入るんだ。重鎮食うためわざわざ全部外すんじゃない、看板。こんなとこ扉がある。ゴミ箱だ。お、出た出た。目的の場所に出たぞ。あれ、ここってあの重鎮の前のあのバーがあったの、この辺じゃなかった？東山騒動。ボウもあのあれ飲んだじゃん。あれ東山騒動。さあ、その辺だと思うよ。さあ、ご案内します。こんにちは。こんにちは。あそこに小手さんいたらちょっと浮くかも。先日行ったんすよ。バイト臭いのばっかりいる。うん、小瀬さんみたいに筋金入りのやついないね。中締め。中締め。中締め小瀬。あれ、染めやってんの。染めてんのすごいね。ここで染めてんの。うん、ここ石塀工事ここ。あいつは知らねえでやるよ、京都人のくせに。しょうがねえな。俺は石塀工事ってんだよ。ここは、ね、渋いんだよ。ほら、どうだ。
どうだこれまたね、今明るいけど夜になるとね、いいんだこれがまた。これ重鎮が大暴れする。重鎮が大騒ぎ。声のお茶屋さんね、うん、重鎮専用、重鎮専用、あどうもどうもって入ってて入っててとか言ってんの奥の方で喫茶店かなんからしいんだけど、うん、あそっちかこちら喫茶店らしいんだけど、なんか江戸川なんぼかだなんだかが常連だったっつってたよ、うん、重鎮。自由にお入りくださいってなんか自由に入れる雰囲気じゃないんだけど、これご自由にお入りください。これ入っていいの、これ入っていいの、これ何なの、しかも分からない何かも分からない入っていい雰囲気じゃないし、軽いドッキリカメラですかみたいな。すっごいわがまま言っていいとかさ、でっかい声で言いそうじゃない。言いそう言いそう。前ね、あなたがほら白川さんと飲み会してて、僕らが僕と重鎮くさくさになっ、うん、あれここここ。あここ。すっごいいいお店よここ。へー。安いしね。すごく上品だし。まあめっちゃあ今日はあれから予約でいっぱいかな、豆茶空いてれば豆茶でもいいけど、晩飯安いしありえねえくらいハイクオリティ、きっ抗よりハイクオリティ。電話して聞いてみる、いいよね、これ渋い、静かに石米館、静かに。昔からのある。それじゃおべべを持ったりしない。え？おべべ？おべべなんかできない。うれしくろかいるときとか。だっておべべ家にもそのお呼ばれとか。まあめっちゃ聞いてみるか。今日予約あの。あれ昔結婚して。
空いてんだほどだから子供が幼稚園の時とか買っただけで買いに行ったから私のボタン変えたの、うん、ここ重鎮の声こだましたって面白い、何これシェリークラブ、シェリー酒専門スペイン料理店だって。そうなんだ。私今日シェリー酒飲みたいんだよ。あ、そう。ここにする？でもバーでも飲むでしょ。うん、バーでも飲むけど。いいけど。シェリー酒3杯セット1570。へえ。シェリークラブ。いいね。ちょっとこれと見てみないとりあえず。あそこでもいいし。あ、ここに出てきたのか。こうなってたのね。これでさっきの豆ちゃんのとこだ。結構花粉症が来たよ。そうなの、うん、すごい目かゆかった。イネ科が飛んでんのかな。うん、そうそう、来てんじゃないかな。白川さん、イネ科だった。あ、そう。じゃあ、あの人もぼちぼち来るんじゃない。
本入るとベストより。金魚いる。金魚。本当だ。あ、いるね。あ、金魚いるね。あ、いるね。この間も石山でやった時にさ、うん、僕ゆるキャラ嫌いなんだよ。嫌いなの？全然怖くないと思う。言ってたよ。でもミッキー好きじゃない。うん。ゆるキャラは。嫌いだけどミッフィーは可愛いのかな。ミッフィーどうでもいいんじゃないあの人。ミッフィーでも見てたよ。なんか見てた。どう反応していいか分かんない人がいてるじゃん。どう反応まあ自分がゆるキャラみたいなもんだもんね。あれそうそう、着ぐるみだもん。あれ着ぐるみだから、ゆるキャラ祭り本人そのまま出たらいいんじゃない、うん、優勝できんじゃない。優勝リアルゆるキャラ、うん、義務じゃない。この辺だろうね。この中に旅館ある。新門荘っていう。新門荘、よくそんな覚えてんね。
何階建てだったか。まだ覚えてない。3階とか4階、3階ぐらい忘れた。この辺旅館自体がそんなにないような気がするけど、うん、伊藤さん東京弁だったね。ね。修行に来てんのか。去年の祇園の暴走事件あったろ、うん、あれで激突したのそこの電柱。これ、うん、あそこの電柱右手、こんなところ。そうそう、ここをだからダーッと走っていたんだ。うまいね、うん、最悪だ、ね、あれ結局転換だったの。だったみたいだね。何がいい晩飯。いいけど、なんかそんな重くない、うん、釣りしてないもん。ちょっと、そんなちょっと重いもん言ってくれよ。食べ物に関する。食べ物キャトルラパンじゃないもん。キャトルラパンじゃないやつね。キャトルラパンのラパンはサギでしょ、うん、キャトルは何。キャトルって何。ってなんだろうな。なんかウサギって感じの店じゃないんだけど。ノウサギとか。あ、ノウサギかな。万引きウサギとか。ふわふわウサギ。ふわふわ。ヘルス50分1万2000円絶対重地来てるけど。来てる来てる。プレステージ知ってるよこれ。プレステージとか言うんじゃないよ。写真撮ってみたら絶対知ってる、うん、
明日来るって言う。なんでこの写真撮ってんだよ。あれ合成してるかこの前でこの通知のこの前に入れてさ。あそこで、あそこで待ってる重鎮が必ず来る。あ来るね。重鎮に会いたかったあそこで待ってたら。この風船の塊は、あれか。あんなの重心がびっくりして割れちゃった。ハッピーバースデー、誰か仕込んだ。ミニーがいるし。重心じゃない。重心まだだな。これ。あ、ここじゃん、伊豆。なんだっけ。サバ寿司。ああ、だから重鎮これ重鎮がまずいって言ってた、うん、ここ和風総本家でやってたじゃん。さっき、うん、この断面がウサギみたいな形してる。ああ、あれがそうか。出入り禁止な重鎮のこと言ってない。出入り禁止なんてそうそういない、うん。どこですか。こちらでございます。おばんざいでどう。いろいろございます。ご飯でしたらこのすき焼き、だし巻き、ゆばすばこコースがあるんですか。はい。そして軽めでいいんだろう、うん、こんなんどう。いかがですか。おばんざい一つで30年やらせてもらってます。あ、どこですか場所は。案内させていただきます。生ビールもございます。はい、ありまーす。お酒もいろいろございます。おまんじゅう。あ、あれですか、はい。